Rock with you on 81.3 FM。はい、you で YouTube です。YouTube です。どうなんですか？ツアー回られてると思うんですが、地方。えっと今これを喋ってる時点で27本終わったので、<ー>あと20本。<laughs> まあまあそうそう折り返しにはなりましたね。そうですか。<で> 俺ら最高が二十六本とかなんですよ、ツアー、確か二十五本とか。だから、こっからが本当にちょっと初めてのこう、本数というかね、<ー>領域なんで。はいはい、まあまあ、でも、あの、なん、大きい揉め事とか、その、うん、まあ、本当にあったら、こんなところで言えないかもしれないけど。本当にないから、うん、あの、いわ順調ですよ。あ、よかったです。うん、はい。で。 なん,ていうんですかね、まあ、今回本当に47都道府県初めて行くので行ったことないところもねうん、うん、半分以上あるんですよ実はね。でまあその思い入れで言うとですね、えー、鹿児島<ー>はい、えー、まあ初上陸で。はい、でまあ 鹿児島の,そのテレビが取材に入ってくれたんですよライブ当日すごいす、ね、ライブ映像も撮ってくれて、まあ、後日オンエアもしていただけるっていうのはまあ急遽決まって、うん、大概ライブはまあリハーサルしてね、まあ、ちょっと時間空いて着替えて、うん、えそのまま本番臨むっていうのが、まあ、ここ何十本の流れなんですけど急にテレビが入ってリハが終わったら。うん そのテレビ局のアナウンサーの方とちょっとしたやっぱトーク番組みたいなのに出演して本番っていう、まあ、本当はやっぱほらそこでちょっとこうおのおの集中したりとかまああえて何もせずに別に自然体で出てくる人もいるし、まあ、おのおのあるんですけど、まあ、その時間がやっぱちょっとなくなるわけで取材してくれるのは嬉しいんですけどやっぱちょっとどっか不安があるというかねうん、うん、普段と違う工程で本番に臨まなきゃいけないんで。うんうん でそこでねそのね小ジアナウンサーという,う、えー、その鹿児島テレビの小ジアナアナ、はい、まあ、はい、俺らの3つ上かな。でね本当にあの岡本さんはその初めましての人に対して心を開くか否かのそのバーがね、うん、高いというか低いというかね まあ高いんんででしょううねと <laughs> とてててもその人見知知知りなすすすよ簡単に言っっまま、はい、だからその出会う前からこんなこと思うのも本当申し訳ないんですけどコカジ梶アナウンサー大丈夫かなと、うん、そのテレビ的なねそういう盛り上がりをできなかったらどうしようなんて思いながら、うん、まあみんなで行ったんですけど、うん、まあコカジ梶アナがんていうんですかまあ簡単に言うとテンションの高いアナウンサーの方なんですけど。 そのテンションが高いの中でもやっぱりいろんなジャンルがあってそうですねであんまりグイグイ来られてもやっぱりちょっとね、うん、僕らも弾いちゃったりするんですけどまあ本当にそのね上手な方で,な方で,、ね、で僕らがあの音楽を始めたばっかりの頃に。 そのサウンドトラックがとてもよくてみんなでのめり込んだあの村上龍さん原作の「69」ンというつば、はい、妻夫木さんが主演でやってた映画があって僕らはそれルーツとしてよく喋ってるんですけどそのコカジアナもすごい好きな映画みたいで,<ー>で、まあ、なんかそういう話で意気投合もして。 でライブ終わってさすがにもういないかななんて思ったらライブを見てくださってて<ー>まあすごい盛り上がってあのその日の晩もあ翌日のおフ日の晩はコカジアナがこうなんていうんですか取り持ってくれて夕,夕食をみんなで食べたりとか<ー>で翌日はそのコカジアナの知っているカレー屋さんにコカジアナがわざわざ朝来てくれてホテルまで,<ー>で。俺らそのまま移動だったんだけどその朝に一緒にそのカレー。 がおすすめするカレー屋さんに一緒に彼の車と僕らの車で行って。カレー食べたすごい仲良くなって。あ、すごく親切な方だったんですね。そうもうあの僕らとも抜群にハモったし。あ、よかった。なかなかね、そういう初めてのところでそんなに協力的な方も。なかなか会えたもんじゃないので、うん、すごいね、なんかこういい。まあ、本当にたまたまだけど、滞在が一日多かったりしたんで、お不備があったりしたので。うんうんうん あの本当ねいい思いをしてえ良、ー、かったですねなんかそういう地方でそうであの地方というかまあ各町までね<う>思い出を作りながらいやほっといたらさもう本当にレコ屋行って寝るみたいなさ人たちだから、ね、音楽バカと言うんでしょうかねそうそうそう,そうだから古川さんがいてくれたおかげでねとてもあのいい鹿児島を送れてあのとても一番俺があこの人本当にいいなと思ったのがあの月 一で、えー、東京で髪切ってるらしい、うん、<laughs> 最高じゃない <laughs> <あ>それもわざわざ出てるんですね出てるんですよ鹿児島をとてもねでもねその鹿児島で知り合ったりしたそのバンドとか自分が好きなミュージシャンのライブを見に行くのもなんか自分のそのライフワークなんですって<ー>髪を切ってそのライブ見たりとか素敵な方ですねコカジアナそうなんですだからねコカジアナをちょっとなんとかその東京に 東京にも引っ張り出そうと、今岡本じゃし,してるという。<laughs> なるほど。そう。ありがとうございます。私ももう、だいぶインプットされましたからね。で後でググりますよ。あれも、ね、男前で、あの背も高くてね。あ、本当ですか。はつらつとしていいも。もう五秒で紹介してください。<laughs> もう本当にもう。そんなね、あのツアーの思い出があ。ありがとうございます。我々はいいですね。なんかそういう、あ,あの本当に。出会った方と、のお話を聞くと、やっぱね、本当に私も。 まあそんなとっても長い若じゃないですけどまあ割とその岡本図の方々を見てきて <laughs> 空気をやっぱこう思うのはもう本当に何かあすっげえ心開かないなっていう。<laughs> <laughs> のとやっぱり本当にこうあのやっぱ浜くんのねインスタとか見てると本当ツアー行ってんだなって思いながら、はい、もうすっげえレコード屋行ってんなみたいな地方で美味しいものとか食べてるかなそれぞれの街々でこう人と関わってるかな <laughs> みたいな本当思ってたらまさにほっといたらなんかもうレコードそうそうっねっ何でしたっけ ディグって。ディグって、いやもうディグはすごいやってますよ。だからレコード屋のおじさんとはすっごい喋ってるね。いいじゃないですか。でも、そ、あのやっぱそこじゃないね。方ともね。そうだね。そうなんです、ね。ぜひ、こう、<laughs> 地域密着型バンド<う>岡本ずとして、ちょっと。今後はね、うん、やっていって。いただけたら、あ、いや、いいお話がました。いや、でも、いいツアー回ってます。本当に、はい、おかげさまで。ありがとうございます。というお話でございました。では。はい。ええー、二十。十八。 9月18日オンエアがですね、はい、テーマが「ロックイズフリーズドライああ」もうこれ食べる系じゃないですか、ね、この番組でこう,こういう話題になるってことはもうこスタジオに来るっていうことじゃないですか、ね、そうですね 本当ですよね何がフリーズドライじゃって話だってあのかき氷の時なんて食べられない食べられない詐欺をされてまさかの子買ってきていただいてねいやもうテンション上がりましたねあれはもうあれはあの落とされてからのあげられるっていう,ういやいや本当にもうなんかすごいテンションになってましたからねオンて乳いちごと抹茶をもうすごい食べましたねもう本当に。じに今回フリーズドライスタジオに来るのか楽しみにますけどはい、はい、じゃあオンエアお楽しみにお楽しみに